あっという間に肖像画が描けますよ。こんにちは、肖像画はいかが？どうする？お願いする？なんという喜び。こんなに可愛い犬の家族を描いたことなんてありません。始めましょう。なるほど。動かないで。よし。あれ、急に暗くなって空気が湿った感じだ。大変だ、警察が。飛ばされちゃう。ん？何これ？これサムチンが描いた絵？絵じゃない、傑作だ。でもひどい風で台無しになっちゃったんだ。ほら、色も消えちゃってる。肖像画を完成させるの手伝って。お願い。お願いするまでもないよ。でもそうね、少し修正を加えるよ。ふん、これでよし。じゃ始めよう。まずはアウトラインから始めよう。ブルーイの家族みんなをはっきりさせたいからね。ところでみんな、ブルーイって知ってる？6歳のヒーラー犬の子犬で、ママとパパ、妹のビンゴも一緒。みんなこの絵に描かれてるよ。ブルーイのアニメ、みんなも見たことがあるんじゃないかな。とっても面白いよね。いろんな種類の犬も出てくるよね。見てると楽しいんだ。よし、ブルーイが見えてきた。みんな、ブルーイをよろしく。次に進もう。これはブルーイのママで、名前はチリ。彼女もヒーラー犬で、空港のセキュリティでパートしてるんだ。楽しそうじゃない？ブルーイは青っぽいからブルーイって名前で、チリは赤っぽいの。よし、できた。あと少しでチリがはっきりと見えるよ。今日は公園にいなかったから、サムチンが描いた家族の肖像画に描かれなかったんだ。でも私たちはママもよく知っているから描いてあげよう。尻尾を描くよ。ほら、あと3、2、1で完成。この大きいのはブルーイのお父さんのバンディット。ブルーイはパパにそっくり。バンディットは娘たちと遊ぶのが大好き。みんなも親と遊ぶのは好き？バンディットは考古学者なんだ。世界で一番冒険にあふれてロマンチックな仕事だと思わない？私もいつか考古学のチームに参加したいな。歴史に詳しくて、世界中を飛び回って古代のすごいものを掘り起こすんだ。面白そうでワクワクしちゃう。マジで？古いものに時間をかけるより新しいものを作り出す方がよくない？サムチンたら。今度は空に雲を描いていくよ。何かを描くなら紙全体を使って描くのがおすすめ。空には雲があって、地面には美しい花がたくさん咲いてるの。ジグザグを描き足して草を表現したら、次に進もう。はあ、地平線を忘れるとこだった。ここに描くね。サムチン、これでどう？サムが描いてたのはこんなの？絵の具を持ってきてくれたら肖像画に色を塗るよ。絵の具よりマーカーの方がいいと思う。す、これ使って。わかった、青色から塗るね。家族の肖像画みたいな真面目なものを塗るときは、線をはみ出さないようにしないとね。この濃い青色でここを塗るね。あとはブルーイの尻尾の先も。可愛い耳はオレンジ色。こうすれば際立つでしょ。可愛いお花もね。私犬が大好き。みんなはどう？犬派？猫派？どっちも好き？今度は薄い青で塗るよ。この色大好き。空とか海とか、大好物のブルーベリーの色に似てるから。ブルーイの毛は青色だらけ。ところで、実際のオーストラリアンキャトルドッグ、別名ブルーヒーラーは灰色っぽいのよ。今度は眉毛、いい感じ。
ブルーイの手と足はもっと薄い水色。完成させるまでもうちょっと待っててね。あー、ここ難しいな。でも頑張る。最後にブルーイの目や鼻はペン先が細めの黒いマーカーを使うよ。口の中のこの部分もよーし。とっても小さいけどここも重要。舌は赤くしなきゃ。次はビンゴの色を塗ろう。まだビンゴの話をしてないもん。ああそうね、ごめん。ビンゴはブルーイの妹で4歳。ブルーイとは違ってビンゴはママみたいなレッドヒーラーっていう犬種なんだ。だからオレンジ色で塗ってくね。ブルーイとビンゴはよく似てるんだ。二人で遊ぶのが大好きなの。今度は薄めのオレンジ。あ、オレンジと青の組み合わせっていいね。みんなはどう思う？ビンゴの目と鼻、口にも少し黒を使うね。でも使いすぎないように。これが赤い舌。家族の半分の色塗りが終了。今度は親を塗っていくよ。まずはママから。ママはビンゴによく似てるね。っていうかビンゴがママに？あ、ここもなかなか難しい。線がたくさんあって細かいね。ブルーイの手を塗りつぶさないように注意しないと。の耳を際立たせるために茶色を使うね。ママの名前覚えてた？この耳も茶色にするよ。いいね。チリの残りの毛の部分はこのオレンジにするね。今日私仕事早いんじゃない？ところでみんな、お絵かきや色塗りの動画が好きならチャンネル登録をよろしくね。こういう動画がたくさんあるから、あとこの動画の高評価もお願いね。ありがとう。最後はバンディット、ブルーイとビンゴのパパだよ。高速で塗ってみる。見てて。この濃い青色でビンゴを塗らないように注意しないと。よし、尻尾の先には薄い水色が完璧。いいね。今度は3色目の青色を塗るね。ブルーイとパパがよく似てるのがわかるでしょ。素敵。みんなカウントダウンを始めよう。一緒にお願い。3、2、1。カラフルなヒーラーファミリーが完成。うん、ほとんどかな。細かいけどバンディットの毛並みをもっと自然な感じにしよう。すごい、4匹のワンちゃんの仕上がりに大満足。でももちろん背景を仕上げなきゃ肖像画は渡せない。大丈夫、すぐに完成させるから。芝生が塗り終わるよ。今度はピンク色で塗ってくね。驚かないで、サムも私もピンクが大好きだって知ってるでしょ。いろんなピンク色で薄めから濃い色に変えていくね。ちょっと待ってて、
この方法で空が綺麗になるから。最後は紫色っぽいね、一番上のところ。同じことをこっち側でもするよ。こうやって色を塗るとき、徐々に色を変えるのが大切ね。え、言った通り、とっても綺麗でしょ。ピンクの空なんておかしいって誰か言った？あとは花を明るく塗るだけ。これは黄色にしよう。少し芝生に手を加えてアクセントをつけるね。雲も白のままにはできないね。これでどう？ああ、いいこと思いついた。この肖像画に輝きを加えて華やかにするのはどう？ご想像通り、グリッターを使っていくね。絵の一部分だけだけどね。出来上がり。サムチ、これでやっとヒーラーファミリーに渡せるよ。わあ、スーって最高のアーティスト。僕だってこんなうまくはできないよ。すごい肖像画じゃないか。パパってこんなにかっこいい？実物の方がイケメンだよ。みんな最後まで見てくれてありがとう。